どうも皆さん、こんにちワンダーバルーン、手札全部捨てて外役リュウです。そしてこんにちワイト夫人、墓地ではワイト扱い、どうもハルです。ということで今回なんですけども、やっていくのはですね、5年後のデュエルリンクスということで。なるほど。はい、これ今デュエルリンクスでですね、まあ環境トップだったこともあるデッキをねたくさんご用意いたしました。例えば青岩ね、今でも強いね、ブラックマジシャン、今まさにホットな、ね、今まさにホットな確かにテーマだね。でまあちょっと規制とかいろいろ入っちゃったけど、サイバー流とか、あとまあヒーローとか、 あと古代、まあこの辺のデッキを、まあリンクスのテーマ皆さん好きな人多いと思うんですけど、このテーマを、OCG で組んだらこうなるんですよっていうねことをですね、ぜひ、ね、お伝えしたいと思ってまして、はい、だからおそらく5年後デュエルリンクスやってると多分こうなってるよみたいな、多分こんな感じになってるんですよっていうことを皆さんちょっとお伝えできればいいなと思いますので、これからちょっと何本かね対戦動画出していこうかなと思うんですけれども、ぜひ、最後までご視聴お付き合いいただければなというふうに思います。皆さんよろしくお願いします。ちなみに僕ね、おOCG 今知らなかったんで、はいはい、ちょっとさらっとデッキ公開読ませてもらったんですけど、はい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 、もうゲームじゃない。確かにやべえカードが多すぎるあまりにもね。ということで細かいプレイングとかルールはもう吹き飛んでますんで、ちょっとフリー対戦ということで多めに見ていただければというふうに思います。それでは早速スタンバイ。じゃあ私先行いただくぞ。はい、よし、デュエッデュエハディアハ。ああそこそこいい感じのハンドしてるな。これ魔開発原生域デスガイドを召喚、はい、効果発動、デッキからレベル3の悪魔族を特殊召喚できるよ。じゃあバスガイドの効果に遷移していいよ、増殖する G を、G いいよ、入れます。いいよ、クリッターで出すんか。あ確かにクリッターはまあそこそこ強いんだけど、もうちょっとですね実戦的なモンスターがいるんですが、マサイの戦士、はい、特殊召喚1番ドルのダークサンクチュアリ発動、はい、カード1枚セット。どんな効果やっけ、ラークサンクチュアリって。ラークサンクチュアリは、相手が攻撃してきた時にコイントスして、で、表だったら攻撃が、無効になって、攻撃してきたモンスターの半分のダメージを与えるよっていう。で、あと死のメッセージあるじゃん、 EATH の EATH をその魔法トラップゾーンじゃなくてここに出せる、モンスターゾーンに。でモンスターゾーンの、死のメッセージは効果の対象にならないし攻撃対象にならない、そいつしかいなくなった場合はダイレクトになるよ。ほぼストロームベルクやと思う。ストロームベルクみたいなもんだね。さあなかなかハンド強めの、それ具体的にはどういうことなんだ、読みます。いや例えばね、確認してください。魔法罠の効果を受けないモンスターはこのカードの効果を受けるのかどうか。いや一切受けないですね、何も受けないです。カボチャジャイアントは受けないです。カボチャジャイアントは受けない。カボチャジャイアントは無敵、無敵ない、無効にとかならない。なんかそのあれよ、生体流で乙女殴ってるみたいなもんよ。ウジャパンデッキの後ろなんて決まってんだろ、ウジャパンしかねえよ。ウジャパンしかねえんだよ。テラフォーミング発動、テラフォーミングいいよ。ギアタウン、はい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 、マジックギアワイバーン、ワイバーンいいよ。ここまでほぼリンクス、デッキから手札に加えるのはアンティークギアボックス、ボックス、オッケー。ボックスが手札に加わったことで守備力500の機械属地属性モンスター1体を手札にさらに加えることができる。やばい、フレーム、フレーム来た、いいだろう。これやってることほぼモブ、モブ狩り。確かに今んところモブ狩りムーブ。ああボブ発動。やばいやばい、はいはいはい、ブース、はいブース。ちょっと待って、ちょっと待って、4体融合やめよう、4体融合やめよう、もう4体融合もう止められないですよ。やばいってそれは、これは納期すぎない、これデュエル楽しむ気ないやん。2、3、4、5、融合、やばいやばいやばい、これやってることやばすぎる。これがリンクスにはない最強の古代モンスターだ。え、何アンティークギア4体で融合する。アンティークギアカオスジャイアント、誰やお前、やばいやろそれ。効果説明してもらっていいですか。こいつはモンスターゾーンに存在する限り、そもそも魔法罠カードの効果を受けず、ざけんなよ。バトルフェーズ中にモンスターの効果を相手を発動できません。ざけんなよ、つまり最強。こいつは相手モンスター全てに1回ずつ攻撃できて、守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力、貫通を得てると。
プレガトリオってことですね。プレガトリオ、はいはいはい、はい、攻撃力4500のプレガトリオ、アンティークギア×プレガトリオみたいな、そうだね、これですね、はいはい、なんか今ワイバーンリアクタープレガトリオってことでいいですか。ワイバーンリアクタープレガトリオちょ、やばい。で、ちなみに今攻撃力っていくつになってます。アワーボンドで、融合召喚に成功したモンスター、はあ、攻撃力が倍になる。マジっすか。今こいつの攻撃力は9000。やばすぎる。9000のキモすぎる。プレガトリオキモすぎる。いきますよ、バトルフェイズ。バトルフェイズどうぞ。はい、パンチはい、こいつ何度するか。やばい、やばい、いや、使えねえわ8100の大ダメージやばすぎる、これ。うわ、これモブ狩りで使えてすげー、ワンパンマン。あっ、こうこうよろしい。私のターン。圧倒的儀式の準備発動。そして、このカードにより、デッキから儀式魔法カードを1枚選び、さらにその儀式魔法カードに名前が記されている、儀式モンスターをなんと手札に加えられてしまう。なんという最強カードなんだ。強すぎる。ちなみに機械天使は全員、名前が記されてないから、特にサーチすることはできないぜ、下準備で。はい、なるほど。名称が指定されていないからな。1枚が2枚に、バカド。そして、俺様は手札から。デクレアラープロフェシー発動、サイバーエンジェルベンテンをリリースして、はい、パーフェクトデクレアラーを儀式召喚。プロフェシーの効果がチェーン1、ベンテン効果チェーン2で、となんか天使族なんかいい感じのやつを触ってると、これ最強なんじゃないですか、リダテン、はい、で、プロフェシー効果でベンテン持ってくるぞ、はい、よーし、プチェンジェル召喚、はい、効果オッケー。機械天使の儀式を持ってくるぞ。これ間違えてね、絶対儀式をね、さしてしまわないようにね。で、機械天使の儀式を発動、ベンテリリースしていただけん特徴か。はい、よいしょ。で、チェーン1、チェーン2で、はい、天使さしてるぞ。機械天使っぽい動きしてるねよね。オメスト持ってくるぞ、はい、で、イラテン効果で機械天使のこれ儀式か、儀式持ってくるぞ。で、儀式発動、はい、イラテンとプチエンジェルで逆に儀式召喚、はい、効果、イラテンだけ効果発動します。はい、ここ1000ありました。で、これでエンドですね。で、エンドフェス効果、はい、ダキニの効果で墓地のイラテン回収でいいかな、イラテン回収で、これでエンド。エンドフェイスでいいよ。テラフォーミング、テラフォーミングいいよ。リアタウン、いいよ、いいね。制限カードちゃんと引いてるね。みんなに見せてあげたいな、このめちゃめちゃ考えてる男の真剣な顔を。みんなに見せてあげたいぜ、みんなに見せてあげたい。フィールド魔法ゾーンにカードを1枚セット。何か分か、セット、何かわからないカード、何かわからないカードをセットしていく。はいはい、いいよ。そして俺はギャラクシーサイクロン発動。ギャラサイ発動を対象、これ別にいいんじゃないかな。いいですよ、どうぞ。問題ない、何の問題もない。それはギアタウンが笑ったことで、オッケー。ギアタウンの効果発動、リンクスムーブじゃん。効果発動する？カード発動だから止められないからいいよ。カードを発動したらいいよ。これ止められたら俺は発狂してたからね確かに2枚もカード使ってっからな。さあ、アンティークギアで金アイコンを取った実力を見せることができるのか。果たして OCG では同アイコンにも似てないこの機械電子使い竜さんに勝つことができるのか。果たして勝てるんだおっと、勝てるか。お、リアクター来たな。なるほど、リアクターいいですね。みんな大好きリアクター、みんな大好きリアクタードラゴン、いいね。カットはまだ待ってください。妖怪です。なんか触るんですかね。バトルフェイズ、バトルフェイズいいよ。リアクタードラゴンで、はいはいはい、デクレアラーに、ああ、ああ、潜ってくんの。なるほど、攻撃、はいはい、いいですよ別に特に。バトルステップ、バトルステップ、エネミーコントローラー、緊急ダイヤ、緊急ダイヤ、ああ、なるほどですね。はいはいはい、相手フィールド上のモンスターの数が自分フィールド上のモンスターより多い場合、はいはいはい、機械族地属性のレベル4以下のモンスター1体とレベル5以上のモンスター1体をデッキから効果を無効にして特殊召喚する。なるほどなるほど、それ無効にされないようにこいつを殴ってブレイングで速攻を使って出すってことで、ここね、地属性よね、うん、はいはい、なるほどなるほど、これはプレイングの妙だ出たこれ、これデストロイサムライで殴ってるときはコケと破壊できる理論だよねこれね。そうやべえプレイングしてるこれ。ワイパーンとバレットライナーを、OK、いいよ。特殊召喚、守備表示でね。で、効果無効になっていると。はいはいはい。で、なんかダメステップまでありますなんか。ありません。オッケー。じゃあバイン。800。800。めちゃめちゃ頑張ってるやんあいつ。クソ頑張ってて笑う。メイン2。はいよ。お。アンティブギア。あ、召喚ギア使ってないか。はいはい。効果。効果発動か。パーデフ効果。ナサテイヤ5直ってこれ無効にしたいです。はい、もうそれは分かりました。破壊されました。いいです。くさくさ、次です。ここで、はいよ、リンク召喚、リンク召喚、どうぞどうぞ。
そのために出したんだもんね。そのためにめちゃめちゃ頑張って出したんだもんな。アンティークギア、ハリスティックシューター。はい、バリスティックシューターどうぞ。ハリスティックシューター、リンク召喚成功時、デッキから、効果はそうするんですか。アンティークギアモンスター1体またはギアタウン1枚を手札に加えます。効果発動。はい、オネスト切ってむこう。はい、帰れ。ビリビリビリバコン。手札に2枚ですけど大丈夫です。大丈夫ですかね、あの人ね。これはカードを1枚セットして、おセットなんていうカードあるんだ。で、ターン終了時エンドフェーズ、はい、はいはいはい、回収、ね、バレットライオンの効果発動、はいはい、はい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 、いやこれ効果だから止められないです。効果は大丈夫。はいはい、回収ワイバン止めてほしいみたいな。ターン終了。はいよ、ドロー。スタンバイフェーズ、メインフェーズ入ります。はい、ま、めちゃめちゃカード削った。まんじゅう召喚で。まんじゅう効果。いやでもね、別にあれなんだよね。絶対消し持ってきてもいいや。はい、シンプルバトルアタック。3800700になってる。アタック700700。まんじゅうアタック。まあ受けるか。はいよ、メイン2。はい、ターンエンド、エンドフェーズだけに効果。はい、回収弁天。オッケー、エンド。でも今加えたのが絶対消しです。マックス2枚なはず。なんだろう。俺のパーフェクト機械天使に勝てるかな。パーフェクトな生命体、我はパーフェクトな生命体。さあどうした、アンティークギア、金アイコンどうした。早くリアクタードラゴン攻撃するときに緊急ダイヤ使えよう。その最強ブレインを見せてやくれ。絶対これ倒す。無理だろ、この盤面突破される気しないんだけど。俺2回無効で機械天使 2個あるからね。アンティークギア Y 版召喚。はいどうぞ。効果をはあ出動しません。しません、なるほど。したら止めてくるから。うわ、 Y 版これ殴るときに何かやるつもりか。またお出ましたよ、この巧妙なプレイング。巧妙すぎるプレイング、これアンティーク。はい、いいですよ。自分のビルドのモンスターか機械属地属性のみの場合に、ああバレットライナーか、バレットライナーを、はい、それはルール効果だから止められないね。うん、発動する効果じゃないね。アンティークギアワイバーンで、まんじゅうゴッドに、あまんじゅうに攻撃、攻撃、はい、特にありません何も。バトルステップ、バトルステップでいいですよ。緊急ダイヤ。あいつ緊急ダイヤしすぎだろ。あいつ緊急ダイヤしすぎでは、やばいこと起きてんだけど。機械属性地属性のレベル4以下のモンスター1体とレベル5以上のモンスターをデッキから効果を無視して初期表示で特殊召喚する、はいはい、ワイバーンと無効にされませんね、攻撃するとき。僕魔法カードトラップモンスターの効果発動できないんで。いやいいですね、なかなかこの2連発でこのパーフェクトデクレアラをかいくぐってくるプレイングなかなかうまいですよこれ。さすが金アイコンといったところ。意地でも倒す。まあこうなるのかな。とりあえずまんじゅう、はい、破壊されました。機械天使の儀式は発動しない。するわけねえだろ。何言ってんだこいつ。発動しないか、やばすぎる、はい、じゃあやばすぎる。バレットライナーと、はいよ、こいつで、はいよ、リンク召喚、はい、もうまたパラスティックスシューター来るやん。またシューター来たやん。リンク召喚成功時、うん、デッキからアンティークギアまたギアタウンを1枚手札に加えます。弁天リリース、はい、あ発生破壊、無理無理無理、そんな効果は無理、聞いてくれ。大丈夫です、こいつ、はいはい、はい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 、で、はいはい、効果モンスター2体、うん、ベルテアナコンダ、ベルテアナコンダ。やばいモンスター来たやん。いいよ、ベルテアナコンダ、はい、効果発動、2000ライフポイント払って、融合の通常または速攻またはフュージョン通常速攻カードをコストで2000払って、で送って発動ね。1枚墓地送って、はい、どうする。これが墓地に送るのはオーバーロードフュージョン。はい、イダペンしてまーす。あー、はい、さよなら。手札1枚、手札1枚、エンド時バレットライン7効果発動、くさ、バイバー、くさ、回収。めちゃめちゃ頑張ってるあいつ、やべえことしてるわ。ダジリョー、ドロー、スタンバイ、メインフェイズ、攻撃表示、バトルフェイズ、アタック負けました。くさくさ。